私なんて元から全員ゴミだと思ってるよ。俺はまだ別れて日が遅くから関係ないね。お前しばらく彼氏いないじゃん。私は努力で忘れたの、精神力で。思い出して恋しくなったりしないの？思い出さなきゃ恋しくならないならその程度の恋愛だったってことなの。うん、ご立派ですね。久しぶり。彼氏違います。じゃあ全然じゃん。あ、何が？全然ゴミに対する態度じゃなかったじゃん。そりゃ本人に直接ゴミですねって態度は取らんでしょ。乙女だったじゃん。何なら違う、ノスタルジーで前ハマってたのとか見かけて好きだったなって思うことあるでしょ。好きって言っちゃってんじゃん。好きだった。じゃあもう全く好きじゃないのね。もちろん今この瞬間も。今はさ、ちょっと思い出しちゃったよね。恋しさ、うん、目の当たりにすると思い出しちゃうよね。実は俺も昨日偶然見かけちゃってさ。そう、話の続きしてもいい？最初の俺の失恋の話。いいよ。